どうや。ふっ、おお、早い。全然なかった。はい、どうも皆さん、こんばんは、キュンです。今日は前回紹介したこちらのメルゼナのライトボーガンの装備の5隻を簡単にして誰でも作れるメルゼナライトの装備紹介をしていきたいと思います。まあ誰でも作れるからといって火力は全然ないとかそういうわけじゃなくて、しっかりと俺の基準値を超えた装備を作ってきました。で、なんなら戦い方を変えたので前回紹介したやつよりも火力出ちゃいます。もう意味わかんねえよね。今すげえもどかしい気持ちで紹介してます。スキルこんな感じになっていて、攻撃レベル4、弾丸節約レベル3、貫通弾レベル3、反動軽減レベル3、速射強化レベル3、回復速度レベル3、ここはおまけね、弾道強化レベル2、これは意図してつけてます。これがねあるだけで全然違うんだよね。装填拡張レベル2、装填速度レベル2、睡眠体質とか流属性攻撃とかこの辺はおまけね、回避距離アップレベル1、これも意図的につけてます。ひるむ軽減レベル1、あと彩花転覆と恐竜章。まあここはねもう俺の装備紹介はこれも大体ついてるからね。お気に入りすぎて。これ強いんだよ。めっちゃ強いんだよ。まあこれはね、5隻簡単で、割と初心者さん向けの動画なので、ちょっと細かく紹介していきたいと思うんですけども、まあスキルのうんちくを語っていく前にですね、装備と装飾品紹介します。メルゼナの武器がメルゼナのライトボーガン。これをサイレンサーで運用していて、フロギー、クシャ、ドーベル、フィリア、5隻がスロット3、2、1ってやつを用意してください。3、2、1であれば中のスキルは何でも OK です。まあ要は装飾品のスロットだけ使いたいってことはね。まあライズからガチャ回してる人は基本的にはあると思う。1個ぐらいなかったらもうこれはもう出して。そんなに出なくないから頑張って出してください。で、装飾品が上から4スロの射砲銃、反動軽減、攻撃、速射強化、装填速度、貫通強化、貫通強化、攻撃、ヒルム軽減っていう感じになってます。これだけでちょっと火力も比較するんだけど、めっちゃ強いんだよマジで。まずこの装備はやっぱり簡単な5隻ということで、攻撃はレベル4まで落ちてます。基本的には7で紹介したいんだけども、ここはやむを得ずって感じだね。で、反動軽減レベル3にすること、さらに弾道強化をつけることで、この入れ替え技の適正射撃法が反映できます。これを反映すると反動が大きくなって、敵との弾の距離が、弾の適正距離、一番ダメージが出る距離が短くなってしまうんだけども、反動軽減レベル3にして弾道強化つけることによってここを補えるんだよね。で、そうするとめっちゃ火力が高いの。見切り7、超回心3、そのね火力を超えていきます。やばいです。で、この回避距離っていうのはあんまりつけてる人見ないんだけども、つけるだけで立ち回りの落差がめっちゃ変わります。本当に敵の攻撃食らわないよ、全然食らわない。で、ひるむ軽減はこれマルチ行くときを前提として作っているので最低限1つけるって感じですね。で、彩花転覆と恐竜章は組み合わせで使っていて、恐竜章っていうのはこんな感じでモンスターと対峙しましたと、そうするとボワンと紫のダークなジャグモードになるわけよ。ほら、これになるね。これが恐竜章で、この間は HP がドドドドドドって減っていくの、このぐらいのスピードで。で、左上の HP バーの上、そこのね、ところにね、ゲージがいっぱいあるでしょ。まず、毒マークみたいなやつと、攻撃力アップ、スタミナアップ、回避アップ、属性アップ、異常状態アップみたいな。この恐竜症状態、HP が減ってく状態の時は、そういった効果が乗ってくるんだよね。だから回避性能も一致上がってるし、攻撃もアップしてるっていう。かなりお得なスキルなんですよ。で、これを敵を撃ち続けることによって、克服できます。で、その時に、彩花転覆が発動するんだよね。はい、右にね、今彩花転覆が発動しましたってあります。そうすると攻撃力も上がって、回心も上がった状態で立ち回れると。それでは次は火力の比較していきたいと思います。前回紹介した見切り7、超回心レベル7、恐竜章の組み合わせの、まあ、公開心型のやつと今回のやつの火力比較してみましょう。で、今回のやつは基本的には適正射撃で運用するっていうのを前提にしてます。その辺の条件は装備ごとに変えてやっていきます。ではまずは今回の装備からいきます。大体100発ぐらい撃とうかな。はい、100発じゃなくてごめんなさい、10発です。なんで100発撃ったの俺は。それはやばすぎだろ。10発撃って5093出ましたね。お次が前回紹介した見切りレベル7、超回心レベル3、めっちゃ強そうだよねこれで。恐竜章と彩花転覆もついてます。まあ強そうだと思うんでしょう。ただね、負けてないんだよね。
いきます。これも10発ね。1、2、3。はい、見てください、この火力の差を。適正射撃法がついてるからもあるんだけども、今回紹介してる装備の方が強いんだよね。ってことはさ、待ってよ、この装備紹介する意味あったんか。ちょっと待てよ。あ、いやいや、まあでも立ち回りの問題だからね。この装備で適正射撃法にすればもっと火力が出ます。ただ弾道強化がついてないからめっちゃシビアなんだよね。今貫通弾とこんぐらいの距離があるの、めっちゃ長いでしょ。でもこれを適正射撃法にすると、はい、この辺から今変えてきましたよ、この辺からこの辺まで、ほらすごく短いでしょ、さっき門の方まで行ったのに、ぐらいになっちゃうんだよね。だからこの装備のまま適正射撃法を使うには反動軽減も1上げなきゃいけないし、弾道強化も俺はレベル2必要だと思ってます。適正射撃法にするんだったら、敵がダウンしたりとか麻痺したりとかした時にこう変えて撃つっていう考えなら別にいいんだけども、俺はそういう考えじゃなくて、まあ常にね高火力を叩き出すという、まあそういう風な狩りのスタイルなので、適正射撃法を反映させるんだったらやっぱりね弾道強化に必要かなって考えです。まあカプコンとしては普通の時は普通の射撃でやって、でダウンとかしたらこう変えてやっていくみたいな感じが理想なんだろうね。まあそっちの方がかっこいいかもしんないわ、うん、そっちの方がかっこいいかもしんない。それができるんだったらこっちの方がもちろん火力が出ます。よーし、じゃあね、試しにディアブロスを狩りに行ってみましょう。よいしょ。まあ半分タイムアタックみたいな気分でやるんでね、ガチでいきます。この装備でどうだろうな、3分30秒だったら結構いいんじゃないかな。ちなみにさっき紹介してた会心、高会心の方のやつでは3分30秒ぐらいだった。もうちゃんとこれもかけてね、いきます。おー、ちょっと邪魔すんな。びっくりした。で適正射撃法なので、よいしょー、距離をちゃんと維持していかなきゃいけない。まあそこのねところはちゃんと、あれだ、ちゃ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 、危ねえ、デリックスやばすぎだろ。おい、こう回避距離アップもついてるんでしっかりと避けていく、避けていける。やばい、俺狙ってない、危ねえ。うわ、マジか、待て待て待て、できれば羽狙いたいけど、あ、この辺か、いいじゃない。ディアブロスはね翼なんだよな。おい、難しいよね狙うのが。おいしょー、危ねえ。うわー、潜った、今1麻痺だよね。うわー、危ねえ。はい、ここは変えて、いけ、やばい、うわー、今のは一発余分になっちゃったね。回復して、はい、避けて、やばい、うわっ、危ねえ。でも回避距離あるだけで全然違うでしょ。あー、くそ、いや、もう回復しない、俺は回復しないぞ、いけるから。うおー、カスダメ出てるね。オッケーオッケー、潜らせない、さくる、うい、はい、よ、うわ、ちょっと狙いが甘いな。ふっ、早かったか、くそいかんな、こういう時にかけてくだってるわ。よし、デリックス邪魔すんなよ。よし、潜らせない、よーし、よいよいよいよ、もうすぐ終わる、もうすぐ終わる、もうすぐ終わる、うわー、クソ、潜っちゃった。いい、いや、まだ終わらんか、いや、これね、もういけるいけるいける、俺もうこれいけると判断した。よし、
これで、あ、でもね、3分半じゃないな、これ3分5分5分うわ、マジか。3分50秒ぐらいかな、今。どうよ。ふっ、おー、早い。全然早かった。めっちゃ狂ってると思ったけど、めっちゃ早かった。なんと、3分27秒。いやー、ちょっとカスダメ出ちゃってたけど、そんなに外してはなかったかな、距離感的には。どうだろう。まあこれがね、適正射撃法の距離感の難しさでもあるんだけど、いやーすごいね、楽しかったね。てかあれなんだよな、このタイム俺が前回紹介したあの超会心のやつより早いんだよね、ちょっと。あれ、俺誰でも簡単に作れる五石簡単バージョンの方に火力抜かれてる。てか適正射撃法が強いね、そうしたら。めちゃくちゃ強いわ。はい、ということでですね、今回紹介した装備、ぜひ参考にして真似してみてください。大変申し訳ないんですが、見切りレベル7、超会心レベル3の方、改良させていただきます。適正射撃法を反映できるように改良いたしますので、少々お待ちください。それではご視聴いただきありがとうございました。